立命館のグラスルーツイノベーションプログラム、社会実装に向けて消費者と関わるステークホルダーへの教育ということなんですよね。バイオタウンを用いた COS 削減ということを大きいテーマとして研究に関わっております。で、COS を減らすということはみんな協力しないといけないし、コストの問題も発生します。いろんな参加する人たちが継続できるような仕組みを作るために、こう絵本だったりとかを通じてもうちょっと分かりやすくして、消費者への教育活動を行うために今回プログラムに応募させていただきました。最終的なコールとしては、地域の中で小さいエコシステムを作れたらいいなって思ってるんですよね。その一歩として、今茨城の動画の方にすでにバイオタンを導入してて、茶貝も栽培し始めになってます。大学の前にある食堂でその茶貝も使ったメニューを提供する予定で今話もらってるんですよね。食べるだけでも使用性ができるよというようなことが、こう消費者にこう形として伝わるようになってきてるっていうのが近代の話としてできてるものですよね。で、あともう一つは、長浜の地域の広い土地がたくさんありますので、バイオタンを用いたハスの花とか栽培のところにこう投票をやってもらったりとかもしてます。こうすぐ結果が出なくても、ねじ針強くやれるような基盤だと思ってるんですよね。で、世の中を大きく変える研究というのももちろんあると思いますし、ちょっとずつ人々の意識を変えるような、まあ、方向性のものもあると思います。僕がやってるようなこう消費者への教育とか、そういうものは今すぐ効果を図れるものではないんですよね。だけども、ねじ針強く取り組んでいけば、いずれみんながそういうふうなことを認識してくれるようになってくると思うので、そのようなことを踏まえてのクラスルースというふうに僕は認識しています。すごくこうシンプルなことなんですけども、楽しくやればいいし、素直に聞けばいいと思うんですよね。なんでやろうっていう疑問もすると、でそれを諦めずに自分の考え方で判断するようなこうロジックを組むとかですね、そういうことじゃないかなというふうに思います。